さん、こんにちは。小宮梨沙です。ですね、今日は長野にロケに来ているんですけど、なんと朝6時ぐらいに都内を出たのに、今はもうお昼の12時です。なんかロケバスが急にクーラーがつかなくなって、なんかみんなで暑いねみたいな、おばあちゃん家のなんかこの風の涼しさ感じるねとかって言って、こうまだ楽しい感じで車走ってたんですけど、途中でもうダメだって言って、高速道路の途中でタクシーを呼び、なんとかたどり着きました。でもめげずに撮影頑張ります。始まりましたよ。雨も止んで良かったですね。最初はね、グレーの水着です。でもまだ私はどこに行くのかよくわからないので、どんな感じなのかも想像がついていません。おー、すごい景色開けてる。10代の頃とかは割と恥ずかしいとかっていうのも少しやっぱりあったんですけど、20歳を超えてから急になんか今私水着を着たいかもしれないっていう意欲が湧いてきて、そこからマネージャーさんとかになんか私ちょっと今水着が着たいですって言って、こういろいろグラビアのお仕事とかもさせていただけるようになって、でまあやっぱり憧れとして週刊プレイボーイっていう雑誌はもうすごいずっと乗りたいと思っていたから、本当に今は幸せです。とうとう禁断の発言をしてしまったね。頭の眩しさ。はい、一着目が終了しました。グレーのなんだかシンプルなのにこういうリボンとかが可愛らしい水着でしたけど、なんかあの土管みたいなところで撮ってる時はちょっとかっこいい感じで、緑で寝そべって撮ってる時は眩しさに負けないで撮りました。はい、問題発言は違います。あれは皆さんが、私は何にも思ってなくて普通に眩しいから言っただけなのに、皆さんがそういう風に捉えたってことは皆さんがそう思ってるってことなんじゃないですか。思ってません。ひどい、全部私のせいにしようと思ってすいませんでした。ということで引き続き今日はあと4つ水着を着れるみたいなので楽しみたいと思います。雨にも負けない。皆さん
こんにちは、小宮ありさです。今日は、今までに私が週刊プレイボーイに登場させていただいた号を見ながら振り返っていきたいと思います。まずは、一番最初に掲載していただいた時のやつですね。沖縄で撮ったんですけど、これです。この時は、なんかちゃんと撮り下ろしで週刊プレイボーイに載せてもらうのは初めてで、でもいつもこうたくさん撮っていただいている熊谷さんにあの時も撮っていただいたので、緊張とかはなくすごい楽しく撮影できた気がします。沖縄だったのに一番最初に行った場所が山奥で、まあ写真を見てもわかると思うんですけど、山なんですよ基本。でこの寝そべってる写真が、本当はこのもうこの椅子も崖の外に出てる椅子で、断崖絶壁のところで撮影していて、私じゃなくて周りの方がみんなビクビクしていました。この一番最初のページの赤と白の水着とかもすごい全然印象が違うので、結構お気に入りです。あとちょっと髪の毛が長い気がする。一番最後のページの水着が着るのが大変だったんですよ。なんかここが結構線がたくさんあるんですけど、なんかね全然着方が最初わからなくて、もうこれ着るかとかってスタイリストさんが言い出して。でも全部すごい楽しかったです。本当にこの時の撮影は。パテッチ煙出ないかな。色味が可愛くないですか。この B さん赤でポテチブルーとか水着なんかオレンジとか。何ですか。あ、お水ですか。南国っぽい。南国。ここは長野。え？何何？あ、たまたまちょっと帽子になったら緑だね。ありがとうございます。
方ですね。こっちはこっちはセンターグラビアに何ページだっけ、1、2、3、4、5、6、7、8ページ、8ページも載せてもらえたっていう、本当にすごい嬉しかったです。これも沖縄でまた熊谷さんに撮っていただいてですね、そうですね、なんか前回のそのこっちの号の時よりももっと大人っぽいイメージで、普段女優をやらせていただいてる時の素の私と、あとは声優とかのお仕事もさせていただくっていう、ちょっと非現実的な私っていう、その二面性が出るようにっていうテーマを作ってくださって撮影しました。なので多分こういうページとかは割とその等身大の私とか、ちょっと大人っぽく背伸びしようとしてる私っていうイメージなんですけど、このページとか、あとはこのこっち側の白い長袖のちょっと水着とかは割と2次元じゃないけど、まあ3次元なんですけど、少し表情をこう無機質な感じというか、人間から離れた感じになるようにと、私的には、自分的には、皆さんが見ていただいてどう捉えられているかはわからないですけど、イメージしてみました。でこのなんかすごいカメラマンの熊谷さんがこの写真をすごい褒めてくださって、私もすごくお気に入りなんですけど、光の具合で目が透けて茶色になっていたりとか、お気に入りの写真です。赤い背中がすごい出てるワンピースの写真もちょっとキリッとしていて、今までの私にはなかった感じの一枚なのかなと思うので、とても気に入っています。まあ、全部お気に入りなんですけど、多分毎回こう掲載していただくたびに、少しずつこうちょっとずつちょっとずつこう大人に近づいていければいいなっていう、いつも思って撮影させていただいてます。撮影が終了しました。いや夏だから油断してたんですけど、川めっちゃ寒いめっちゃ寒くてびっくりしました。まあでも夕方だから仕方ないですね。でもきっと熊谷さんが素敵な写真を撮ってくださってるので、もうそれはそれは本当にもうとても楽しみです。いやでもね、そう素敵な写真を撮ってもらうためにはみんなで頑張らなきゃいけないです。
明日もしっかりと頑張りたいと思います。本日2日目、今日も朝から元気いっぱい。今日はですね、宣教師館で撮影します。まだ中に入ってないのでどんな風なのか楽しみです。頑張ります。そして今回はこの前に合併号にもこの時の沖縄で撮った別のカットを載せていただいたりしていて、4回目の登場になるんですけど、今回は長野でロケをしていて、ちょっとあいにくのお天気だったりもしたんですけど、でトラブルもあったりとか、でもその分すごくこうスタッフの方々と一致団結して集中して撮れたので、本当になんかかっこいい写真が撮れてるのではないかと思います。なのでそうですね、この今までの3回よりももっともっと、今の私はもう今年24歳になるので、24歳の小宮有紗の魅力をギュッと閉じ込めたものになってるのではないでしょうか。今回は、グラビアだったり撮影の様子だったり見ていただいてありがとうございます。きっと初めましての方もたくさんいらっしゃると思うのですが、ぜひぜひ今日をきっかけに小宮有紗を応援していただけたら嬉しいです。私もまた週刊プレイボーイにももっともっと他のお仕事でも皆さんに見ていただけるように頑張ります。ありがとうございました。